おじさん食ったら大したもんだよ、とりあえず。どうしたの？楽しかった。そしたら3段目に行けんじゃないの今度。うん、あ、3、これより3段目だ。すごい。はい。あと、台風ちゃんあとも行けんじゃないの、うん、嬉しい。ああ、そうですね。さっきパパが声かけてたり、マスク自分も分かんないけど、コーバーは分かるけど、テンションとかいるでしょ。たぶん、パパってそんなに分かんなかったんだけど、レッシーだっけみたいな。そうっすね。でした。西方吉光、静岡県大津市出身。飛びつかせてやる。序の口は気楽に話しかけられる感じだね。ああ、そうですね。いつも大体、北海ちゃんは、はい、頑張れよとか言ってた。一気だね。はい、そういうこと。大切ですよね、そういうの。はい、そうじゃないですかね。あとあれじゃないかな、上の人を連れてるときは、はい、多分あんまり喋っちゃいけないけどね。こうやってついてかないといけない。その時に知らない人だと勘違いしちゃうからね。確かに、うん、そういうので挨拶するかな。台本ぐらいだったらお父さんだったらなんか、はい、いいかもしれないですけどね、はい。